ははいどうもこんにちはしのぐです今回紹介する艦はイギリスティアロック巡洋艦のベルファストですベルファストはエディンバラ級巡洋艦の2番艦で第二次世界大戦初期は北欧で任務についていましたしかし機雷に接触し修理中に1番艦のエディンバラは沈没してしまったんですね1942年に戦線復帰しドイツ戦艦シャルンホルストを極夜の闇の中レーダーを駆使して捕捉し撃破に貢献しました ドイツ降伏後は太平洋方面に移り、神風攻撃対策に対空砲を強化しましたが、まあ、特に活躍はなく終戦を迎え、朝鮮戦争に参加した後に退役しました。まあ、派手ではないがです、ね、でさまざまな活躍が評価され、ベルファストのです、ね、保存運動が起こり、英国機会はですね、ベルファストの保存を決定し、現在もですね、ロンドン・テムズ川に保存され、この間は公開されています。はい、といってね、感じでようやくですね、このベルファスト。 えー、キャンンペーンで入手しましまたこの艦はですねエディンバラ級の2番艦なんですがなんとですね、まあ、エディンバラティア7なのにこのベルバストはなぜかティア6という調整になっています、まあ、それがねこの艦の強い点なんですね、まあ、そして、えー、性能なんですけれども、まあ、イギリス巡洋艦なんですがなんとですねこの艦だけは a 弾が撃てますなので円幕の中からね、まあ、いろんな艦艇を燃やし放題です まあさらにね、装填時間も7.5秒と短いので、まあ、この DPM を生かしてね、まあ、投射量を生かして、まあ、火災をね、バンバン起こしていけば非常にですね、高いダメージを出すことができると思います、まあ、さらにですね、レーダーもこの艦は、えー、搭載しているので、まあ、このいわゆるですね、あのレーダーを駆使してあの敵の駆逐艦をですね、仕留めることもできますし、まあ、もちろん煙幕の中にこ、ね、もっている巡洋艦もですね、この艦が炙り出すこともできます まあ、といった感じで、ね、非常に強力なな巡洋艦となっています、まあ、ただね、えー、その代わり首里藩は、ね、積んでいないので、まあ、他のイギリス巡洋艦と比べると、まあ、かなり打たれ弱い巡洋艦で、まあ、ヘイトもです、ね、かなり高いので、まあ、あの姿を、ね、見せてしまえば、まあ、高確率で、ね、いろんな戦艦から、まあ、いろんな艦艇から、ね、狙,狙われるかなと思います。まあ、といった感じでな、ね、るべく、えー、敵にです、ね、姿を現さずにうまく絵巻くとかね 奥視してまあ、射撃できたらいいんじゃないかなと思います。それではね早速戦闘に移っていきたいと思います。はいというわけでね早速ベルファストを使っていきますが、まあ、この艦はねもちろんレーダーとまあ、そして塹壁があるのでまあ、結構ね前線でも戦える艦ですがまあ、あのー、ヘイトがですねかなり高いですし走行もですねあの頼りないので。 もちろんねやはり駆逐艦がねしっかりと偵察していったところをです、ね、もちろん行くのが定石、まあ、かなと思いますで。今回は射程もかなり伸ばしているので射程延長型なので長距離も、ね、狙っていけますね。なので、まあ、こんなようにですねあのキャプチャャーのキャップのですね、まあ、手前あたりもしくはまあ中でもいいんですけどに来て、まあ、とりあえず1、ね、発目うまく使って、まあ、撃ってる時ね全部もう見える敵全部打てるので見える敵全部打、ね、っていっていいと思いますね。 まあ、駆逐艦が来たならあのもちろんエンマークも使ってああのレーダーも使って対処するといった感じでいいかなと思いますもうとにかくねあの見える敵全部打てますね、まあ、ただしね、まあ、最近よくあるのがあの、まあ、何もみんなねエンマークに入ってしまうとか、まああとはね、駆逐艦がちょっと、ね、出れないといった状況だと、まあ、何も見えなくなってしまうので、うんまあ、こういった状況ですね打てる敵が結局いないという、ね、状況になってしまうんですね。まあ、これは どうしようもないのでひたすら待つしかないんですけどとりあえずその中でも見えた敵をバンバン打っていきましょうそれで現状でも火災2回も起こっているのでかなり燃やせる巡洋艦かなと思います正直、ただ今、射程特化してますけど普通に火災を最大強化した方がもっと燃やせると思うのでそっちでもいいかなと思います実際ね今、光線距離大体1 5キロ以内なので うんまあ、そんな別にね射程を伸ばす必要はないかなとも思いますね。まあ、ただ伸ばしていると伸ばしている分ねやっぱ遠距離も撃てるのでまあ、その分有効なんですけど、まあマップによってはですね完全にいらない、えー、射程かなと思うので、まあ、でもこれでも十分燃えてますね。はいも、まあ、十分に、うん、燃えているのであのー、まあ、どうでもいいですどっちもいいですけどはいまあ、とにかく燃えてますね。でアクシカがいましたねまあ、いたんですけど撃てないので。 まあ、とりあえずね燃やせる敵全部燃やしていくと。で結構ね円幕射撃する際まあ、自分もよくやってしまったんですがあのタイルをですね確保しないと危険ですねあのー、もちろんねあの積極的な位置で円幕使うのいいんですけど、まあ、こうやって円幕の時間がね残り少なくなってきたらしっかりとね、まあ、この後どこにね離脱していこうかなって考える必要がありますね。 ベルバース基本的に見つかったままで行動はね、危険ですね。で、えー、フィジーがいるので、これは打ち合うしかないですね、AP で装填して、フィジーと打ち合いましょう。まあ、非常にね、打たれ弱いですし、ヘイトも高いので、あのー、打ち合いはね、あんまり避けたいですが、まあ、このマッチングね、結構もう、巡洋艦が多いので、やるしかないですけど、あー、でも過関数でしたか。はい、で、駆逐艦が、あーで、見えてますね、駆逐艦が。 もうこれはね、完全にベルバーストの、ね、もうキューゾーンですね、もうここでうまく入ろうが何しようがもうレーダーとソナーがあるのでもう駆逐艦をね、完全に抹殺することができますね、魚雷も、まあ、来てたとしてもソナーを使って、まあ、対処できるので、うん、で、門数もね、えー、3×4 で12門ですから本当圧倒的なね、火力を持ってますね、他のイギリス巡洋艦とかほ、ねまあ、他のティア6の巡洋艦と比べると本当頭一つ抜けた、ね、性能ですね。 まあ、魚雷は、ね、来てないと思うので、まあ、ソナは使わずに、えー、フィジーね攻撃してあでフィジー2隻、あそっか、ン体迷彩のフィジーと迷彩つけてないフィジー2隻いますね。で、まあ、左方面は打てないのでん、どうしようかな、ちょっとここはキャプチャー不利なので、まあ、B 取りたいですけど、まあ、今ね、取れないので、まあ、ここはちょっと前進して、まあ、やるか、まあ、味方のベルファストもいるし、うん、3隻いるんで。 ここはね、B 確保にちょっと一回出ましょうか。まあ、ただね、フィジーとかですと、あの、円幕射撃はできますけど、レーダー持ってないので、こっちの方が有利ですね。おーっと危ない。で、そしてね、こっちは火災でご利押しできるので、うん、まあ、フィジーとの打ち合いもね、ある程度はなんとかなります、ね、相手回復持ってますけど、うん。まあ、それでもね、この H のご利押しで燃やせば、おーっとで、ね、結構魚雷 <laughs>。 撃っていきますねで相手のフィジーはまあ、退避していくようなので、まあ、とりあえずこの辺りで遠幕射撃ができそうですね、まあ、一応 AP 弾に切り替えてで敵のフィジーがどっか行ったなもう一敵のフィジーがああそっかさあこれはちょっと接近戦になってしまって危険ですが

まあ、そしてポジション的にもね、まあ、以前エディンバルでここ使ったエリアですねここからの射撃は見通しがいいのでかなり有効ですがうーん、見えないですね、なかなか。あーで見えた、見えた、見えたネルソンですね、まあ、このうん、結構その視界があーでリアンダーも見えましたね、これで打てるので打っていきましょう。 AP 弾も一応入れて、ああ、でも遠幕,幕に入っちゃうあ、幕にのか。しょうがないで一弾に切り替えると,と忙しいですね、報酬が。で、ここからネルソンを撃ちましょう。まあ、バレたらバレたでね。ああで、フィジーが出てきたんで、これはこっちに AP 弾ですね。やっぱ忙しいですね、これ。フィジーが出てきたので、ここは AP 弾で対処しましょう。このフィジー軍団ね、やらないとちょ落ち着かないので。 で缶を斜めにされてしまっているのでここはもだねまでご了承していきましょう、はい、相手からね、暴角が抜かれないように注意しつつですね、うんまあ、こうやってね、ベルワスサンあんま見えた状態での打ち合いは、まあ、もちろんしない方がいいんですけど、うんまあ、ちょっとね、やるしかないですね、まあ、正直今、リアンダーとこれフィジーが打ち合うと負けちゃうのでう自分がやるしかないという使命感でねやってますけど まあ、とにかくこのフィジーをね、うん、仕留めてしまえば、あーで、煙幕ありましたね、これはもう完全に勝ち格ですね、これ。相手は煙幕あってるんで、オート危ない魚雷で、あの間、煙幕あってるんで、こっちの姿は見えないんですけど、こっちはね、レーダーであぶれるので、はい、これはね、やっちゃいけない、ベルマストのね、完全勝利になってしまうので、はい、で、味方のリアンダーがやってくれましたね。 うん、今の状況は本当ベルファストが強い、えー、状況ですね、まあ、こういった感じでねあの煙幕レーダーとかいって煙幕張りつつ、まあ、レーダー展開するとまたねこっちが見られずに撃つということもできるのでめちゃくちゃ強いですね、まあ、一応、その干潮のですねインスピレーションでベルファストのインスピでですねあの煙幕内のですね発見距離も5キロぐらいに短くなっているので、まあ、要するにまあ5キロからまあ8 4かな。 8キロぐらいまでの間は一応、円幕内いからバレずに射撃できるというですね素晴らしい距離になってますね、まあ、ただ5キロ以内ですとさすがにばれてしまうので、まあ、それは注意が必要ですねでネムソンがこっちを狙っていなさそうなのでこのまま射撃を継続しましょうはいでもしかし燃えますねめちゃくちゃうんめちゃくちゃ燃えますねマジで。 はいまた着火であーでこっちを狙ってきそうだったら円幕使いましょう、まあ、これでねもう完全に、えー、防げますねさあまあ見えなくなってしまっているんですがまあだいたい位置はもう分かっているので、まあ、これ前をこみしてるんで AP 弾もね打っていいかなと思います、あまあ、がっつりこっち見てますけどちょっと怖いな打つのが打 <laughs> ちましょうか あのー、完全に止まった状態で打つと危ないのでしっかり煙幕内でもね、あのー、動きながら打たないと、あのー、割と、ね、うまい館長だと打たれるので、まあ、しっかりと、ね、このように短いあの小さい煙幕内でもこまめに動いて煙幕射撃しないとね、まあ、特にそれだけベルマスタしとめた方がいいとみんな分かっているので、まあ、余裕で打ってくるので注意が必要ですねさあ,もうありないぐらいネルソン燃えてますけど。 まネルソンはね一応回復があるんで1回はですねめちゃくちゃこの超回復で回復するかなと思います。で打ってますね、まあ、ただ、こうやってまあ移動していればまあ当たらずに済むということなのでしっかりとえまくないでは移動しておきましょう、まあ、それを読まれることもあるんですけどまあ,ある程度移動していればねまあなかなか当たることは少ないのでまあ最低限の移動はしとくようにしましょうではみ出ないようにまたバックをかけて、まあ、しかしよく視界が切れますねあでちょっとはみ出ちゃったか はみ出たんですけど、まあ、これではみ出ないようにね気をつけないといけないですね。意外にこの減速が遅いので、まあ、あんなことはねしないように、はみ出そうだったら、もう一回射撃をねやめたほうがいいですね、まあ、ただ狙われてなかったので大丈夫そう。<laughs> また火災がね、これがですねベルファースト、やっぱ強いですね、まあ、PC 時代も,もうこの間、相当乗ってましたけど、まあ、やっぱこのレジェンズでもね当たり前ですけど、めちゃくちゃ強いですね。他の うんティア六の巡洋艦特に釣り巡洋艦とはねもう完全にねもうなんか根本的になんかもう性能が違うんじゃないかってぐらい強い艦ですけどさあ燃えん幕切れてバレてしまいましたがもうさすがにねこれはもう削り切れるので今更問題ないですねはい放火犯が取れました、まあ、最後ねなんか おーで、めちゃくちゃ <laughs>、出た。出た、100万の巡洋艦。また、ついに、アトランタの、アトランタに続いてがな、一応、今回ね、エピックブースター、積んでたんですけども、残り数少なかったんで、行くかどうかちょっとわかんなかったですけど、行きましたね、100万。はい、経験値も、意外、あ、でも、ダメージでそんなに伸びなかったけど、通常経験値も4万、あ、4400と、めちゃくちゃ行きましたね、これ。うん。 まあ結構巡洋艦をですね、まあ、フィジーも削りましたし、クシカーもね、削りましたし、まあ、そういった感じでね、まあ、いろんな艦にダメージを与えたんで、あ、でも一応、共謀者はね、取れてないんですけど、まあ、経験値ね、めちゃくちゃいきましたね、これは。はい、まあ、火災も14カ所でね、十分燃えましたし、まあ、火災特化でもね、いいと思いますけど、うん、まあ、今回はね、射程特化でいきましたね。はい、といった感じでね、今回ベルファストでした。まあね、ついに来たんですけど、めちゃくちゃやっぱ強いですね。 まあどんどんねあの使っていけばこれでねまた金稼ぎもできると思うんでまあ近鉄の、ね、館長ね非常におすすめの館ですねはいそれでは今回はベルファストでしたご視聴ありがとうございました